遊び森、森大貝木村は管理であるある日いつもの通りに午前6時に目を覚ました夏の初めであるもう外は明るくなっているが女中が遠慮してこの間だけは雨戸を開けずに置くか羽ばたすクリア第4水準2の12の1の外に小さく燃えているランプの光で毒根の寝屋が寂しく見えている機械的に手が枕の側を探るそれは時計を探すのである 低身長で車掌に買って渡す時計だとかで、すこぶる大きいニッケル時計なのである。針はいつもの通り、きちんと6時を指している。おい、とうあけんか。女中が手をふきふき出てきて、雨戸をくりあける。外は相変わらず、灰色の空から、細かい雨が降っている。暑くはないが、じめじめとした空気が顔に当たる。女中は、床たびらに、たすきを肉に食い入るようにかけて、と 一枚一枚と袋にくり入れている。額には汗がにじんで、それに乱れた髪の毛がこびりついている。母、今日も運動すると暑くなる日だな、と思う。木村の借屋から電車の停留場まで78丁ある。それを歩いていくと、涼しいと思って門口を出ても、行き着くまでに汗になる。そのことを思ったのである。縁側に出て顔を洗いながら、今朝急いで課長に出すはずの書類のあることを思い出す。しかし、 課長の出るのは8時30分頃だから、8時までに役所へ行けば良いと思う。そして、すこぶる愉快げな、晴れ晴れとした顔をして、陰気な灰色の空を眺めている。木村を知らない者が見たら、何が面白くてあんな顔をしているかとかいむことだろう。顔を洗いに出ている間に、女中が、手早く、か、羽ばたすくりや、第四水準二の十二の一を畳んで床を上げている。そこを通り抜けて、からかみを開けると、今である。机が、 二つ九十度の角を形作るように滑って、その前に座布団が敷いてある。そこへ座って、マッチをこすって、朝日を一本飲む。木村は、仕事をするのに、差し当たりしなくてはならないことと、暇のある旅にすることとを分けている。一つの机の上を、きれいに空虚にしておいて、その上へ、その折々の急ぐ仕事を持っていく。そして、その急ぐ仕事が片付くと、すぐに、今一つの机の上に載せてあるものを、その後へ持ち出す。 この載せてあるものはいつも多いうずたかく積んであるそれは眼球によってたたみ寝て比較的急ぐものを上にしておくのである木村は座布団の側にある日出新聞を取り上げて空虚にしてある机の上に広げて斜面のところを開ける文芸欄のあるところである朝日の灰の昼が入れるのを机の向こうへ吹き落としながら読む顔はやはり晴れ晴れとしているからかのあっちからは 畑とほうきとの音が激しく聞こえる。女中が急いでデモを掃除しているのである。畑の音がことに激しいので、木村は、たびたび小言を言ったが、一日くらい治っても、また元の通りになる。畑につけてある紙では炊かずに、柄の先ではたくのである。木村は、これを本能的掃除と名付けた。鳩の卵を抱いているとき、卵と白木の角を、ガンの変たットを、第三水準1の14の60、下のと取り替えておくと。 やはり、その白朴を抱いている。目的は、よそになって、手段だけが実行せられる。塵を取るためとは思わずに、はたくためにはたくのである。もっとも、この女中は、本能的掃除をしても、下のそよぎをしても、活発で間に合うので、木村は満足している。下のそよぎというのは、ローマンチック時代のある小説家の言ったことで、女中が主人の出た作で、近所をしゃべり回るのを言うのである。木村は、何か読んでしまって、 一寸顔をしかめた大抵、いつも新聞を置くときは、極、アパシク、な表情をするか、そうでなければ、顔をしかめるのである。書いてあるのは、毒にも薬にもならないようなことであるか、そうでなければ、木村が不公平だと感じるようなことであるからである。そんなら読まなくても良さそうなものであるが、やはり読む。読んで、気のない顔をしたり、一寸顔をしかめたりして、すぐにまた、晴れ晴れとした顔に戻るのである。木村は文学者である。 役所では人の手間取りのような精神のないようなつけたりのような仕事をしていてもう頭がはげかかってもまだ一向幅が利かないのだが文学者としては多少人に知られているろくなものも書いていないのに人に知られているただに知られているばかりではない一旦人に知られてから役の方が地方勤めになったり何かして死んだもののようにせられて頭がはげかかった後に東京へ戻されて文学者として復活している 手数のかかった履歴である木村が文芸欄を読んで不公平を感じるのが自理的であって、そしられれば腹を立て、褒められれば喜ぶのだと言ったら、それは冤罪だろう。我がこと、人のことと言わず、くだらないものが褒めてあったり、面白いものがけなしてあったりするのを見て、不公平を感じるのである。もちろん、自分が引き合いに出されているときには、一層切実に感じるにはいない。ルーズウェルトは、不公平と見たら、 戦いと世界中を説法して歩いている。木村はなぜ戦わないだろうか実は、木村も前半世では盛んに戦ったのである。しかし、その頃から役人をしているので、議論をすれば著作ができなかった。復活してからは、下手ながらに著作をしているので、議論なんぞはできないのである。その日の文芸欄には、こんなことが書いてあった。文芸には、情長というものがある。情長は、シチュエーションの上に成り立つ。 しかし、IND= アキュートアクセント付きいい小文字日にさぶる・ヒニサブルなものである。木村の関係している雑誌に出ている作品には、どれにも冗長がない。木村事故のものにも冗長がないようである。進めて言えばこれだけである。そして、反対に冗長のある文芸というものが例で示してあったが、それが、いちいち木村の感服しているものでなかった。中には、木村が、立派な作者があんなものを書かなければ良いにと思ったものなんぞが挙げてあった。 一体書いてあることが木村にははよくわシチュアシオンの上に成り立つ情長なんぞという詩を読んでも何者をもはっきり考えることができない。木村は随分哲学の本も芸術を論じた本も読んでいるがこんな詩を読んでは何者をもはっきり考えることができない。いかにも文芸にはアンデフィニッサーブルだともいえば言われそうな面白いところがあるだろう。それは考えられる。しかしシチュアシオンとは何だろう 昔からドラームやなんぞで人物を時とところとに配りつけた上にできるものを言うではないか。ヘルマン・バールが古い文芸の,のぞいところとしている急激で豊富で変化のある行為の緊張なんというものと差別はないではないか。そんなものの上に限って成り立つというのが木村にはわからないのである。木村はさほど自信の強い男でもないがそのわからないのを自分の頭の悪いせいだとは思わなかった。実は反対に。 記者のために、すこぶる気の毒な、失敬なことを考えた。冗長のある作品として挙げてある例を見て、一層失敬なことを考えた。木村のしかめた顔はすぐに晴れ晴れとしてしまった。そして、一人者の何でも整頓する癖で、新聞を丁寧に畳んで、今の縁側の隅に出しておいた。こうしておけば、女中が、ランプの掃除に使って、酔って不要になると、屑屋に売るのである。これは長々とは書いたが、 実際、23分間の出来事である。朝日を1本飲む間の出来事である。朝日の吸い殻を灰皿に代用している石ケツ銘外に捨てると同時に、木村は、何やら思いついたという風で、毒笑いをして、そばの机に10冊ばかり積み上げてあるマニスクリスらしいものを一抱きに抱いて、それをヨーダ団スの上に運んだ。それは、日出新聞社から頼まれている応募脚本であった。日出新聞社が、検証で脚本を募ったとき、 木村は、洗者になった。木村は、息もつけないほど、用事を持っている。応募脚本を読んでいる、時間はない。そんな時間をこしらえるとすれば、それは、タバコ球の暇をそれに使う外はない。タバコ球には、誰も、不愉快なことをしたくはない。応募脚本なんぞには、面白いと思って読むようなものは、読んで一つも歩かないかである。それを読もうと受けあったのは、頼まれて武将に受けあったのである。木村は、 日出新聞の3面で、たびたび悪口を書かれている。いつでも、木村先生一派の風俗回覧という詩が使ってある。中にも、西洋の誰やらの脚本をある劇場で興行するのに、木村の脚本を使ったときに、このお決まりの悪口が書いてあった。それがどんな脚本かというと、センスは、のおかしいほど、厳しいウィーンやベルリンで、書籍としての発行を許しているばかりではない、舞台での興行を平気でさせている、すこぶる甘い脚本であった。しかし、 それは、三面記者の書いたことである。木村は、新聞社の事情には、目立つ、離れた草冠無理、夫婦かっこと知る、べき、目、U プラス 77D に、121の8、以が、新聞社の芸術上の意見が三面にまで行き渡っていないのを買いみはしない。今読んだのはそれとは違う。文芸欄に、たとえ、個人の署名はしてあっても、何のこと割り書きもなしに載せてある説は、政治上の社説と同じようなもので、社の芸術感が出ているものと見てよかろう。 そこで、木村の書くものにも情長がない、木村の選択に預かっている雑誌の作品にも情長がないというのは、木村に文芸がわからないというのである。文芸のわからないものに、なんで脚本を選ばせるのだろう。情長のない脚本が当選したら、どうするだろう。そんなことをして、応募した作者に住むか。作者にも住むまいが、こっちへも住むまいと、木村は思った。木村は、悪い意味で、ジレッタントだと言われているだけに、そんな目にあって。 面白くもももなないいいのを読まないでも生活していられるとにかく、この一山を治することは、当分御んをこうりたいと思って、ヨーダーズの上へ移したのである。書いたら長くなったが、これは一秒時間のことである。隣の間では、本能的掃除の音がけつんで、からかみが開いた。禅が出た。木村は、寝芋の入っている味噌汁で朝飯を食った。食ってしまって、茶をいっぱい飲むと、背中に汗がにじむ。やはり、 夏は夏だと、木村は思った。木村は、洋服に着替えて、封を切らない朝日を、一つ隠しに入れて、玄関に出た。そこには、弁当とコウモリガサが置いてある。靴も磨いてある。木村は、傘をさして、てくてく出かけた。停留場までの道は、狭い町屋続きで、通るときに、主人の挨拶をする店は、大抵極まっている。そこは、気をつけて通るのである。近所には、木村に好意を表していて。 挨拶などをする者と、冷やたんで知らない顔をしている者とがある。敵対の感じを持っている者はないらしい。そこで、木村は、その挨拶をする人は、どんな心持ちでいるだろうかと推察してみる。まず小説などを書く者は、変人だとは確かに思っている。変人と思うと同時に、気の毒な人だと感じて、プロット,アトいい、アキュートアクセント付き小文字、g アキュートアクセント付き小文字にしてくれるという風である。それが、 挨拶をするる。表情に見えている木村は、それを嫌がりもしないが、無論ないゆうくも思っていない。ちょうど、近所の人の態度と同じで、木村という男は、社交上にも、あまり敵を持ってはいない。やはり、少しバカにする君で、好意を表していてくれる人と、冷やたんに構わずに置いてくれる人とがあるばかりである。それに、分断では、折りおりじられる。木村は、ただ、人が構わずに置いてくれれば良いと思う。 構わずにというが、著作だけはさせてもらいたい。それを検討医に罵倒したりなんかせずに置いてくれれば良いと思うのである。そして、少数の人がどこかで読んで、自分と同じような感じをしてくれるものがあったら、だめ合わせだと、心の、ずっと奥の方で思っているのである。停留場までの道を半分ほど歩いてきたとき、横丁から小川という男が出た。同じ役所に勤めているので、3度に1度くらいは、同連になる。今朝は少し早いと思って出たら、 君に会ったと、小川は言って、傘を傾けて、並んで歩き出した。そうかね。いつも、君の方が先へ出ているじゃないか。何か考え込んで歩いていたね。対策の受講を立てていたのだろう。木村は、こういうことを聞くたびに、くすぐられるような心持ちがする。それでも、例の晴れ晴れとした顔をして黙っている。こないだ太陽を見たら、君の役所での秩序的生活と芸術的生活とは矛盾していて。 調和ができないと言ってあったったけ。あれを見たかね見た。風俗を回覧する芸術と管理含む規則とは調和の適用がないというのだろう。なるほど、風俗回覧というような字があったね。僕はそうは取らなかった。芸術と管理というだけにほぐしたのだ。政治難ぞは、まず、現状のままでは一時のもので、芸術は永遠のものだ。政治は一国のもので、芸術は人類のものだ。 小川は、省内での饒絶家で、木村はいつもうるさく思っているが、そんなもとはしないように努めている。先方は、持病の起こったように、調子ついてきた。しかし、君、ルーズウェルトの方々で使っている演説を読んでいるだろうね。あの先生が口で言っているようにいけば、政治も一時だけのものではない。一刻ばかりのものではない。あれを、一層交渉にすれば、政治家大芸術になるね。 君なんぞの理想と一致するだろうと思うが、どうかねえ。木村はバカバカしいと思って、一寸顔をしかめたくなったのをこらえている。そのうち停留場に来た。バスへの常で、朝出て晩に帰れば、ちょうど、満員の車にばかり乗るようになるのである。二人は、赤い柱の下に、傘を並べて立っていて、車を二台もやり過ごして、やっとのことで乗った。二人とも長側にぶら下がった。小川はまだ喋り足りないらしい。君。 僕の芸術館は,どうだ、ね、僕はそんなことは考えない。武将に木村が答えた。どう思って使っているのだねどうも思わない。作りたい時作る。まあ、食いたい時食うようなものだろう。本能かね本能じゃない。なぜ意識して使っている。ふんと言って小川は変な顔をして。 何と思ったか、それきり電車を降りるまで黙っていた。小川に分かれて、木村は自分の部屋の前へ行って、帽子掛けに帽子をかけて、傘を立てておいた。まだ、帽子は2つ3つしかかかっていなかった。戸は開け放して、竹すだれが垂れてある。おため着せの白服を着た球児の側を通って、自分の机のところへ行く。先へ出ているものも、まだ仕事にはかからずに、扇などを使っている。おはようくらいを交換するのもある。 黙ってがいするる。のもあるどの顔も青ざめた元気のない顔であるそれもそのはずである1月に一度くらいずつ病気をしないものはないそれをしないのは木村だけである木村は非常持ち出しと書いた札の貼ってある水路色に汚れた戸棚から湿っぽい書類を出してきて机の上へ二山に積んだ低い方の山はその日に処理していくものでその一番上に下を出したように赤札の貼ってある一つずりの書類がある これが今朝課長に出さなくてはならない急ぎの事件である。高い方の山は合間にポツポツやれば良い仕事である。当たり前の分担事務の外に軸の訂正を要するためによその客からも木村のところへ来る書類がある。そんなのも急ぎでないのはこの中に入っている。書類を持ち出しておいて椅子にかけて木村は例の車掌の時計を出してみた。まだ8時までに十分ある。 課長のの出勤するるる。まででには40分あるのである木村は高い山の一番上の書類を広げて読んでみては小さい紙切れにのり板の上ののりをつけて貼ってそれに何やら書き入れている紙切れは幾枚かを紙よでつないで机の横側にかけてあるのである役所ではこれを付箋と言っている木村はゆっくり構えて絶えずコツコツと仕事をしているその間顔は始終晴れ晴れとしている こういう時の木村の心持ちはちょっと説明しにくい。この男は何をするにも子どもの遊んでいるような気になってしている。同じ遊びにも面白いのもあればつまらないのもある。こんな仕事はそのつまらない遊びのように思っている分である。役所の仕事は商談ではない。政府の大機官の一小子忍となって自分も回転しているのだということははっきり自覚している。自覚していてそれを使っている心持ちが遊びのようなのである。 顔の晴れ晴れとしているのは、この心持ちが現れているのである。仕事が一つ変つくと、朝日を一本飲む。こんな時は、木村の空想も、いたずらをし出すことがある。分業というものも、貧乏くじを引いたもののためには、ずいぶんつまらないことになるものだなととも思う。しかし、不平は感じない。そんならといって、これが、自分の運だと諦めているという、ファタルイストらしい思想を持っているのでもない。どうかすると、 こんなことはやめたらどうだろうなどとも思う。それからやめた先を考えてみる。今の身の上で、ランプの下で著作をするように、朝から晩まで著作をすることになったとしてみる。この男は、著作をするときも、子供が好きな遊びをするような心持ちになっている。それは、苦しいところがないという意味ではない。どんな、スポートをしたって、障害をしのぐことはある。また、芸術が商談でないことを知らないのでもない。 自分が手に持っている道具も、真の巨匠王家の手に渡れば、世界を動かす作品をも作り出すものだとは自覚している。自覚していながら、遊びの心持ちになっているのである。ガンベッタの兵があるとき、突撃を仕掛けて、岸っ先が鈍った。ガンベッタがラッパを吹けと言った。そしたら、進撃のふは吹かないで、R ・アキュートアクセント付きーイコモジベールのふを吹いた。イタリア人は、生死の境に立っていても、遊びの心持ちがある。 とにかく、木村のためには、何をするのも遊びである。そこで同じ遊びなら、好きな、面白い遊びの方が、つまらない遊びより良いには違いない。しかし、それも、朝から晩までしていたら、単調になって飽きるだろう。今のつまらない仕事にも、この単調を破るだけの効能はあるのである。この仕事をやめた後で、著作生活の単調を破るにはどうしよう。それは社交もある。旅もある。しかし、それには剣がいる。 人の魚を釣るのを見ているような態度で、交際社会に臨みたくはない。ゴルキーのようなバガボンだけをして愉快を感じるには、ロシア人のような遺伝でもなくてはダメらしい。やはり、ケチな役人の方が良いかもしれないと思ってみる。そして、そう思うのが、別に絶望のような苦しい感じを伴うわけでもないのである。あるときは、空想が、いよいよ褒章になって、戦争なんぞの夢も見る。ラッパは、進撃の符をそうする。 高く計で第3水準1の84の92下駄期を望んで駆け足をするのはさぞ爽快だろうと思ってみる木村は病気というものをしたことがないが高男で痩せているので徴兵に取られなかったそれで戦争に行ったことはないしかし人の話に壮烈な進撃とは言っても実は土のをかざして捕服していくこともあると聞いているのを思い出すそして多少の興味をそがれる自分だって その境に身を置いたら、土のをか重して捕復することは辞せない。しかし、壮烈だとか、爽快だとかいう想像は薄らぐ。それから、たとえ戦争に行くことができても、市長に編入せられて、運搬をさせられるかもしれないと思ってみる。自分だって、車の前に立たせられたら、引きもしよう。後に立たせられたら、押しもしよう。しかし、壮烈や総快とは一層縁遠,遠くなると思うのである。ある時は、後悔の夢も見る。 矢のごとき波をしのいで、太陽を渡ったら、愉快だろう。地くの氷の上に国旗を立てるのも、愉快だろうと思ってみる。しかし、それにも、やはり分業があって、蒸気機関の火を焚かせられるかもしれないと思うと、演習時休むの夢が覚めてしまう。木村は、仕事が、一つへんついたので、その一括の書類を、机の向こうに押し合って、高い山から、また、一括の書類を下ろした。初のは藩士の慶子であったが、 今度のは紫版の西洋紙である。手のひらにべたりとくっつく。ちょうど、物欲しさをと一緒に、なめくじをつかんだような心持ちである。この時までに、56人の同僚が、次第に出てきて、いつか机が、みんなふさがっていた。8時のタクが鳴ってしばらくすると、課長が出た。木村は、課長が、まだ腰をかけないうちに、赤札のついた書類を持っていって、少し隔たったところに立って、課長の、ゆっくり、書類を、ポールテフーユから出して、 スズリ箱の墨を取ってしまって偶然のようにこっちへ向く。木村よりは三つ四つ年の少尉法学博士で目付花つけたりのしまった予知の少尉、貧章らしい顔に金縁の眼鏡をかけている。昨日お命じの事件をと言いさして書類を出す。課長は受け取ってざっと読んでみてこれでよいと言った。木村は重荷を下ろしたような心持ちをして自分の席に帰った。 一度出して通過しない書類は、なかなか、二度目くらいで滞りなく通過するものではない。三度も四度も直させられる。そのうちには、向こうでも主従に考えてみるので、最初言ったこととは多少違ってくる。とうとう手がつけられなくなってしまう。それで、一度で通過するのを喜ぶのである。席に帰ってみると、茶が来ている。8時に出勤したとき一杯と、午後勤務のあるときは、3時頃に一杯とは、黙っていても、 給仕が持ってきてくれる。色がついているだけで、味のない茶である。飲んでしまうと、茶碗の底に、カスがたくさんよどんでいる。木村は、茶を飲んでしまうと、相変わらずゆっくり構えて、絶え間なく、コツコツと仕事をする。低い方の山の書類の処理は、折りおり帳簿を出して照らし合わせてみることがあるばかりで、ぐんぐん墓が行く。3軒も4軒も、タバコ吸なしに済ましてしまうことがある。済んだのは、原因をして、給仕に持たせて、 それぞれぞ回回す先へ回す。先へ書類中にはすぐに課長のところへ持っていくのもあるその間には新しい書類が回ってくる赤札のはすぐに取り扱うその外はどの山かの下へ入れる電報は大抵赤札と同じようにするのである仕事をしているうちに急に暑くなったのでふいと向こうの窓を見ると朝から灰色の空の見えていたところに紫かかった暗色の雲がまろがっている 同僚の顔を見れば、みんなひどく疲れた要望をしている。大抵化学がたるんで垂れて、顔が心持ち長くなっているのである。室内の湿った空気が濃くなって、頭を押すように感じられる。今のように、特別に暑くなった時でなくても、執務時間がやや進んでから、便所に行った帰りに、廊下から入ると、悪いタバコの匂いと汗のコートでむせるような心持ちがする。それでも冬になって、暖炉を焚いて、戸を閉めきっている時よりは、 夏のこの頃が強化にましである。木村は同僚の顔を見て、一寸顔をしかめたが、すぐにまた晴れ晴れとした顔になって、仕事にかかった。しばらくすると雷が鳴って、大降りになった。雨が窓にぶっふかって、恐ろしい音をさせる。部屋中の者がみんな仕事を置いて、窓の方を見る。木村の右隣の山田という男が言った。ムシすると思ったら、とうとう夕立ちが来ましたな。そうですねと言って、 はればれとした普段の顔を右へ向けた。山田は、その顔を見て、急に思いついたらしい様子で、小声になっていった。君は、ぐんぐん仕事をはかどらせるが、どうも旗で見ていると、商談にしているようでならない。そんなことはないよ、と、木村は天然として答えた。木村が、人に、こんなことを言われるのは、なんだか知れない。この男の表情、言語、挙動は、人に、こういう死を催促していると言ってもよい。 役所でも、先代の課長は、不真面目な男だと言って、ひどく嫌った。文壇では、批評家が真剣でないと言って、けなしている。一度妻をもって、不幸にして別れたが、平然、何かの機会で衝突するたびに、あなたは、私を茶化してばかしいらっしゃるというのが、その細君の非難の主なるものであった。木村の心持ちには、真剣も木刀もないのであるが、あらゆる仕事に対する遊びの心持ちが、野良でない細君にも、人形にせられ、 おもちゃにせせられる不愉快を感じさせたのであろう木村のためには、この遊びの心持ちは与えられたる事実である。木村と往来しているある青年分子は、どうも、先生には、現代人の大事な性質が欠けています。それは、ナールオシットアキュートアクセント付きいい小文字、ですと言った。しかし、木村は、格別、それを不幸にも感じていないらしい。夕立の後はまた、娼婦になって、あまり涼しくもならない。11時半頃になると、 遠いところに住まっている者だけが弁当を食いに食堂へ立つ。木村は広報が鳴るまでは仕事をしていて、それから一人で弁当を食うことにしている。23人の同僚が食堂へ立ったとき、電話のベルが鳴った。球時がおうってしばらく聞いていたが、少々お待ちくださいと言っておいて、木村のところへ来た。日出新聞社の者のですが、ちょっと電話口へお出くださいと申すことです。木村が電話口に出た。 もしもし。木村ですが、何のご用ですか木村先生ですかお呼び立て申してすみません。あの応募脚本ですが、いつ頃ご覧済みになりましょうかそうですな。この頃忙しくて、まだ急には見られませんよ。さようですか。何と言おうかと、しばらく考えているらしい。いずれまた伺います。何分よろしく。さようなら。 さようなら。微笑の影が、木村の顔をかすめて過ぎた。そして、あの洋ンスの上から、当分脚本はおりないのだと、心の中で思った。昔の木村なら、あれは、もう見ないことにしましたなんぞと言って、電話で喧嘩を買ったのである。今はだいぶおとなしくなっているが、あれの微笑の中には、多少の、ボシェイトがある。しかし、こんな、ケチな悪意では、ニーチェ主義の現代人にもなられまい。合法がなった。 みんなが時計を出して巻く。木村も例の車掌の時計を出して巻く。同僚はもうとっくに書類を片付けていてどやどや退出する。木村は球時とただ2人になってゆっくり書類を戸棚にしまって食堂へ行ってゆっくり弁当を食ってそれから汗臭い満員の電車に乗った。明治43年8月。